リチャード・スペンサー州は、アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア出身の、元プロ野球選手、野球指導者、宇藤右内。1980年にフィラデルフィアフィリーズと契約して、プロ入り。1984年9月1日のサンフランシスコジャイアンツ戦で、2番、サンルイシュとして、先発出場し、メジャーデビューを果たす。 結果は3打数無安打に終わった。翌1985年は、マイク・シュミットを一塁一種に、コンバートさせてまでレギュラーに抜擢されるなど、後継者として期待が大きかったが定着できず、1988年に、ボルチモア・オリオールズ、1989年シーズン途中に、デトロイト・タイガース、1990年に、カリフォルニア・エンゼルスと渡り歩き、 1991年はフルスフィリーズでプレーした。メジャー通算41本塁打の対左投手に強いパワーヒッター、さらに捕手以外ならどこでも守れる器用さも兼ね備える、という触れ込みで、1993年に n p b の日本ハムファイターズに入団。4月に打率、321、7本塁打、18打点の成績で、 月間 MVP を獲得し、チームの4月首発信に貢献。ガッツあるプレーで、チーム全体を鼓舞し、監督の大沢刑事をして、周様と言わしめ、同僚のマット・ウィンタースと共に、全年度5位に沈んだチームを2位にまで引き上げる、原動力となった。7月9日からの近鉄3連戦では3戦連続で、ウィンタースとアベックアーチを記録している。 8月後半以降は、本塁打1本とペースを落としたが、本塁打、打点ともに、ウィンタースに次ぐ、チーム2位の24本塁打、79打点という、数字を残した。なお、シュが、日本ハムに入団した際、新しい応援歌が作られた。この応援歌は、その後、バーナード・ブリトー、ジェリー・ブルックス、DT ・クローマー、ルイス・ヒメネスに受け継がれたが、 五選手とも日本ハムを2年以内で対談している。その歌詞は、州の時代から全く変更されていない。1994年は終始成績が低迷。10月24日に自由契約工事となり対談。1996年にモントリオールエクスポズでメジャー復帰を果たした。1997年にエクスポズ参加のトリプル A 級オタワリンクスでプレー。 したのを最後に、現役引退。2004年及び2007年7月から2009年5月まで、アリゾナダイヤモンドバックスの打撃コーチを務めた。2013年7月22日から、ワシントンナショナルズの打撃コーチに就任し、2017年まで、務めた。2018年シーズンからは、ジャイアンツの打撃コーチ補佐に就任し、2019年まで、務めた。 ありがとうございます。